皆さんこんにちは。今回は松本山賀さんにお伺いしています。松本山賀さんは長野県松本市を拠点としているプロサッカークラブです。地域連携活動の一環としてスマイル山賀農業プロジェクトを行っており、自治体や市内の農業従事者、地域の住民の方とともに農業の課題解決に貢献されています。今回は担当の渡辺さんにお話をお伺いします。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。スマイル山賀農業プロジェクトについて簡単にご説明をお願いいたします。はい、スマイル山賀農業プロジェクトについてですが、松本市、安曇野市、今生坂村ですね、その松本山賀のホームタウンといわれる市町村の、有給農地を使って塩尻市で品種改良された青大豆あやみどりを育てています。で、育てるにあたっては地域の農家さんやサポーターの皆さん、アカデミア選手たちなど皆さんにご協力いただきながらあやみどりを育てています。ありがとうございます。あやみどりを生産することで中山地区の有給農地の解消につながったと聞いておりますが。はい、中山地区においては有給農地解消されたっていうことで農家さんから話を伺っておりまして、A クラブだけじゃなくて他のスポンサーさんとかも有機農地を使ってあやみどりを作ったりしてくださっています。ありがとうございます。地域の幼稚園や保育園、小学校ではスマイル山賀農業プロジェクトで作られたあやみどりを学校給食で使用しているそうなんですけれども、その点はあるんでしょうか。はい、最初にこのスマイル山賀農業プロジェクトを立ち上げるときに松本市の農政課さんにもご協力いただきまして、いろんなアドバイスをいただいたりとかして活動を進めてきたんですが、その中でぜひ子どもたちの給食にもしかしたら使ってもらえるんじゃないかっていうことをアドバイスをいただきまして、それが実現して今は松本市、安曇野市の保育園で給食やおやつに出していただいております。ここでのスポーツ選手が作っている緑を食べれるとなると、やっぱり地域の子どもたちも嬉しいんじゃないかなとは、そういうふうに思います。はい、我々がこの活動をしている意味の一つとして、やはりスポーツ選手が運動をしていくにあたって体づくりというのはものすごく大事だというふうに思っています。で、トレーニングだけじゃなくてやっぱり食事をとることによって体が作られるっていうふうに考えているので、そういうところもあやみどりの提供と合わせて子どもたちに伝えていけたらいいなと思って活動しています。ありがとうございます。あやみどりを使って加工品などをいろいろ販売されていたり、農福連携が取り組まれていると思うんですけれども、その点についてご説明をお願いします。はい、今ここにあるんですけど、こちらのまずあやみどりなんですけど、これは収穫した後に選別、障害者施設で選別していただいて、で袋詰めまでやっていただいております。で、こちらにあるクッキーがそのあやみどりをローストして砕いて生地に練り込んで焼いていただいているものになっています。で、こちらは松本山賀のオフィシャルマスコットのガンズくんがプリントされていて、サポーターの皆さんにもとても評判が良くて、毎試合ホームゲームで販売しているんですけど、お土産として買っていただいたりしています。ガンズくんのクッキーもこちらの商品すごい可愛いなと思うんですけれども、こちら実際に施設で作られている方がものすごく自主的にいろいろアイデアを出しながら作られているということを先ほどお話を伺ったんですけれども、その点もう少し詳しくお話を。はい、スマイル山賀農業プロジェクトは松本山賀だけじゃなくて地域の皆さん、障害者施設の皆さん協力してやっているということで、先ほどお話しさせていただいたんですが、とても主体的に関わってくださっていて、
私の方は海に行ってほしいってお願いするだけじゃなくて、こうやったらいいんじゃないですかっていうふうにアイデアも出していただいて、今ここまでこういう商品が出来上がってきているっていう形になっています。プロジェクトとして頑張ってやらなきゃっていう、まあ、責任感ももちろんあるんですけど、どちらかというと楽しみながら、どうやったら地域の皆さんに喜んでもらえるかなっていうところをみんなで考えながら楽しんでやっています。ありがとうございます。ガンズ君とあやみどりという食育の絵本を作られているそうなんですが、こちらの絵本の編作は渡辺さんが担当されたとお聞きしたんですけれども、その点もう少し紹介していただけないでしょうか。はい、こちらにあるガンズ君とあやみどりっていう絵本なんですけど、もともと地域の子どもたちに農業と食育っていうところに興味関心を持ってもらいたいなと思っていて、そのためにはどうしたらいいかなって考えていた時に、絵本を作ってプレゼントしたらどうかなっていうふうに思いまして、でこんな作品にしたいなっていうのはこう思いはあったんですけど、なかなかこうどういうストーリーにしたらいいかっていうところまで考えるのが難しくて、で地域のお母さんとか地域の保育園の先生とかに相談して内容をアドバイスいただきながら決めていったっていう感じになっています。私が作りたい思いだけだと子どもたちに読んでもらえないかもしれないなと思ったので、そういったお母さんや保育園の先生とかにアドバイスをいただいて作品が出来上がったっていう流れになり、なっています。本一つ作るのもいろいろ地域の方にサポートをいただきながら作っていらっしゃるということで、本当にこうつまり山の農業プロジェクトの取り組み自体が地域の活性化にもつながっているんじゃないかなと話を聞いててそう感じました。ありがとうございます。つまり山の農業プロジェクトはどなたでも参加できるんでしょうか。はい、どなたでももちろん県内県外関わらずどなたでもウェルカムですので、松本山がホームページの方にイベントを実施する際は告知しておりますので、ぜひ活動の状況も含めてご覧いただければなと思っております。はい、ありがとうございます。あやみどりを生産することで高級食を通じて地産地消につながったり、加工品を作ることで地域の雇用の創出にもつながっていて、方面で地域の根底につながっているんだなとそういうふうに感じました。藤井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。